は、竹谷光雄から学ぶ原発事故の福島、第8弾ということでよろしくお願いいたします。本日はですね、今までの内容とはちょっと違う形での企画となりまして、アルプス処理汚染水差し止め訴訟について、国側の答弁をひも解くという内容で行うんですが、はじめにこの内容に至った経緯の方を説明させていただきたいと思います。先日3月の4日にですね、アルプス処理汚染水 の、 差し止め訴訟第1回口頭弁論が福島地裁で行われました。で、私が原告の一人として、意見陳述を法廷でしたんですけれども、その際に、国側の弁護人がどんな答弁をしたかっていうことで、ざっくりとまとめると、アルプス処理水の放出は国益であり、個人の利益は侵害されない、裁判は速やかに却下されるべきだというような内容のことを話していたんです。で、私初めて意見陳述っていうことをしたんですけれども、距離にして3メートルぐらいの至近距離で、目の前で直接こういう主張を延々と聞かされ続けまして、弁護士さんの話によると、今回の国側の答弁っていうのは異例の長さだったそうなんですね。で、その時間っていうのは本当に苦痛でですね、竹谷光雄の勉強会でこの国の答弁をひも解きたいっていう、そういうふうに思うことで必死に心を守ったような感じでした。そんな経緯があっての今回の学習会なんですが、そんなふうに思ってたもんですから、報告会で山木さんとお会いしてね、ハイタッチしましたね、はい、の時すごくホッとしたんですなんだろうこの安心感はみたいな。で、それをここに持ち帰って皆さんと学びたいなって思ったのがきっかけです。よろしくお願いします。はい、出演者の紹介でいいですか。はい、本日も山木さんにアドバイスをいただきます。サポートもよろしくお願いいたします。谷口先生よろしくお願いします。そしてマリッペは今日はちょっと今捜査中でして、はい、マリッペご挨拶。皆様こんにちは、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ちゃんと本日はおりますのでねハワイから帰ってきました。すっちゃかめっちゃかなところで、はい、今日は午前中ね、記者会見に山木さん行ってましてですね、はい、県庁の記者会見、これはまた話の中で出てくるかもしれませんが、まあ、いろいろ福島では行われてますのでね、起きてると言いますか、大忙しですね。なので今日もこの勉強会を通して、まあ、しっかり何がおかしいのか、本来あるべき姿をちゃんと追求していきたいと思いますので、ちょっと冒頭バタバタしておりますが、進行の方千葉由美さんよろしくお願いいたします。はい、はい、ではまずこのざっくりの答弁のところから言っていいですか。はい、アルプス処理水の放出は国益であり、個人の利益は侵害されない、裁判は速やかに却下されるべきだという国側の代理人の答弁について、まずこっちからの主張っていうか、こっちからの主張、どういうことを言ってるのかっていうのから話した方が、全く知らないと思います。そうですね、はい、この裁判自体がどのような目的で行われたのかっていうのをまず皆さんに説明していただいて、それ説明するの私今回は原告代表が4名意見陳述をしたんですけれども、
その中の2人は、1人は、新地町の漁師さん、もう1人は北茨城で、コーナーもの加工業などもされている漁業関係者で、あと2人はあの私と、あとはこれ以上海を汚すな市民会議の共同代表 の、 あの小田千代さんでした。で、まあ、漁業関係者、あの漁師さんたちは、海洋放出、海洋投棄によって自分たち の、 あのなりわいがあの続けられなくなるなどといったあのことを訴えられていました。私たち市民側としては、平穏な暮らしがあのできなくなったことについての訴えという形で の、 あの意見陳述で、今回の裁判は、手続き違反みたいなことをメインにしてるんですよね。あの関係者の理解なしに、はい、まあ、いろいろな観点ね、まあ、いろいろなことがあるけれども、まあ、まあ、理解、まあ、あの大きい主張としては、うん、アルプス処理水と呼ばれている、うん、あの汚染水を処理したもの、汚染が残っている水を捨てるのをやめろっていうのが、まず基本的な趣旨なわけですね。あの投棄は始めたけれども、それをやめろ、やめてくださいと、投棄、うん、をしないで、うん、投棄するのをやめてくださいっていう、でそれに対しての根拠が何個かある、うんうん、その根拠が多岐にわたるっていうことですよね。 そうです、うん、でその多岐にわたる根拠のうちの一つは、その本来であればその、うん、いかなる関係者においてもだっけ、関係者の理解なしに、関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない、行わない、うん、その関係者が何なのかっていうのが、うん、よく分かんないような話で、そういうふうなこと言葉だけは残ってた、うん、でそれが破られて、うん、ある処理水 の、 あの海洋放出というか、海洋放出というかが行われているという現状に対して、それの差し止めっていうふうな意味の裁判ですね。でまずはその根本的に、その本来約束されていたことを訪問されたっていう手続きが一つと、で他の主張としては、今のその漁業者のなりわいに関わること、それと一般市民としては、うん、その生活圏の侵害ということ、まあ、そういうことを伝えてるっていう、うん、まあ、それがざっくりした、ざっくりしたね、はい、はい、それに対して国側がどういうふうな反応をしてきたかっていう、うん、あの私の方から、その汚染水の問題の事実の経緯を簡単に言ってもいいですか、はい、汚染水の問題はどういう意味あるのかっていうのを確認するためなんですけど、まあ、2011年事故が起こって、その後、汚染水っていうか、事故路からあの冷却水、あの炉心を冷やすために水はかけないといけない、入れなきゃいけないんだけど、そこから漏れちゃって、建屋の中に溜まったり、そのタービン建屋まで流れちゃったりっていうのがあって、でその事故の一部は海に流れ込むわけですね。今も地下水を通して流れ込んでる可能性あるんですが、止められないでいるわけです。でそういうことが問題になって、特に年表的には2013年に汚染地下水が海に流出していることが確認されたという発表があります。でそれを、規制委員会はレベル3って評価するんですね。でこれはもう全く処理しないものが海に流れてるわけですから、大変な状態なわけです。でそれで、2013年の9月に安倍政権が凍土遮水壁建設に国がお金を出すって決めました。でそれから合わせて、地下水のバイパス計画っていうのがあって、地下水をあの汲み上げて結局海に、一時的に流すと。でそれを、県漁連が苦渋の決断で受け入れたっていうのが2014年です。合わせてその頃にアルプスのトラブルがあって、汚染水漏れというのが、続発するんですね。アルプスも最初はうまくあの稼働しなかったわけです。で2015年に、
経産省と東電がそれぞれ県漁連に対してさっき言った関係者の理解なしにはいかなる処分も行わず、水はタンクに貯めておきますという約束をしているわけです。これ、あの県漁連の要望に対する回答書の形です。でこの頃あの国はいろんなこの審査を作って検討しているんですが、私たちがそれはっきり分かったのは2018年の8月に5年前になりますけどアルプス小委員会が説明公聴会っていうのを初めてやりました。でその時にアルプス小委員会はトリチウム水を、海に流すのが一番あの経済的にも、お金がかからないしっていう、案を出しかけたわけですね。でそれに対して、反対が非常に多かったので、その後パブコメとか、関係者の意見を伺う場とかいろいろやって、2021年になって、菅政権が、2年後に海洋放出するということを決めてしまうんです。これは関係閣僚会議あの市のあの、閣議決定みたいな感じで決めてしまうんです。でそして2年後の岸田政権になってからそれを実行した。でその間いろいろ、反対運動とかあったんだけど結局漁民の反対も無視して強行したということですね。私は21年の時点で、学会発表して、それはもうその遡ると海に流すことを、初めから計画して、そういうお膳立てをしてたんじゃないかということを発表したんですがそれが、去年見事に証明されていくら反対があっても結局予定通り流すということを、強行したと。だからその、市民の方はいろいろ説明会とか公聴会とかやれば、政策が変わるんじゃないかと期待して市民運動をしたんだけど全くそういうことは裏切って、民主主義の手続きを、無視してしまったということが実証されたのが昨年というふうに私は理解してる。だからあとは差し止め訴訟を行うしかなくなったわけですよ。そうです、でそれに対してその、先週の月曜日ですか、はい、第1回の口頭弁論があって、千葉由美さんなんかが意見陳述をしたと。で国の答弁書はその前に出ているものなので、私もちゃんと読んでないんですが形式的なものだというふうに思っています、一つだけさっきのして言うと、個人の利益を害してないって言うけどそんな検討は、してないというかですね、初めて聞いたような話ですよね、ですよね。この裁判自体あの、会場に、いらっしゃる方またあの視聴者あの Zoom で参加されている方、この裁判をご存知だったでしょうかね。皆さんあの先週ですね3月4日に裁判第1回目ということだったけども意外とこう知ってる人は知ってるけど福島県内においても知らない人がいて海洋投棄をあの、強行したわけだからそれを止めるぞっていうことなんだけどもそういうことを県民とかまたあの近隣の人たちがこぞってこう、原告になって止めるっていう裁判が行われているというのは知ってた？ゆうちゃん。私はそうですね、関心があったので、知ってました。意外と知らない方もね、周り聞くと知らない人も多かったりするんだけども、非常にこれは大事なあの裁判だなと思って、千葉由美さんは今回原告になって第1回目の何て言うんですか、あれの口頭弁論っていうそうです。そういう用語のあの分かんないまんま、ね、裁判所に行ってなんか原告はみんなでしょ。あ、原告はみんな、私たちみんな原告ですからね。全員ここ原告なんですけども、今回あの千葉由美さんが1回目の1回目のね口頭弁論ということで、なんかやっぱりあれですか、あの
嘘つきませんとかっていう。それは言わなかったね。あれは、あの、悪いことした人しか言われないものかしら。まあ、どうだろう、急に話が違う方向だけども、まあ、今回ね、あの、国側の、意見陳述がひどかったということで、これはもう、まあ、腹立たしいぞっていうところで、今回特別っていうかね、番外編ということでこれやってるけども、あの、国益ならば個人の利益は損害されないっていうことですよね。侵害されない、うん、侵害されないって、あ、これどういうふうに読み解けばいいんですか。まず、その汚染水の海洋投棄が国益ってことですよね、うん、でしょそう言いたいので、ね、主張として、ね、国としては、あの、ね、海に、あの、廃炉のためだから国益のためっていうことなのかなっていうことで、だから海に流してもいいよと、だから国益のためならば個人の利益は侵害されない。その前に謝れよっていう話じゃないですか、本当に。海に対してていうか、 まずそれが本当に海洋投棄自体が本当に国益になるんですかって話。そう、もうツッコミどころでも、そもそも論だよね。だから、その海洋、海に今回のこのアルプス処理汚染水を流すことが、あの、国益につながるのか、またはたまた国民の利益につながるのかっていうことが、うん、問われていると思うんだけども、この裁判は非常にその辺が、あの、問われる問題だなと思うんですけど。ああ、そうですね。その時に、そもそも前提が間違っているっていうことは置いといて、うん、私は、あの、竹谷光雄の勉強会で学んだことがね、ちょっとこうポイントだけは頭に入ってて、うん、全体の利益のためなら個人の利益が侵害されてもいいんだっていうことは間違いだみたいなことを学びましたよね、うん、あの、竹谷が難解に言ってるのは、その公共の福祉ってありますよね、うん、憲法に。その公共ってどういう意味なのか、うん、で、公共のために個人が犠牲になるとおかしくて、うん、で、国民を、あの、守るのが公共の役割であって、うんうん、公共の福祉のためには国民が犠牲を認めなきゃいけないっていうのは、それ解釈の間違いなんです。それは昔の公のことを言ってるんであって、本来の公共ではないっていうのは、竹谷はそれを何回も言ってるんです。やっぱり それが未だに通用してしまっている。それを国が堂々と言ってるわけですね。そう、昔の公って、昔の公ってお上のことです。お上です。それどれぐらい昔の話ですか。もう明治時代は、それ上からドンって言ったら、お前ら言うこと聞けよっていうことだよね。明治時代は天皇がもう国民より上なんだから、国民の言うことは聞けよっていう時代。今令和何年でしたっけ。令和6年。この時代にその話をされてもっていうね。で、話っていうよりもそういうその精神的な構造が概念残ってるわけですよね、うん、日本は民主主義の革命で民主主義を手に入れたわけじゃなくて、戦争に負けたのでアメリカにいただいた民主主義なので、ポッと出た民主主義ってやつですか。なんだろう、戦前の精神がそのまま残っている人もいるわけですよ、うんうん、いや、あの、非常に今回この竹谷光雄の勉強会の中でこの裁判の話をどういうふうに紐解くかっていうことだったんだけど、やっぱ民主主義たる自分たちの国民の利益にどう今回の裁判は国が言ってる主張がつながるのかっていうことをちゃんと私たちが理解しないとっていうところから始まってるんだけども、うんうん、だから国益だから国が考えるのは国益で、それ決めたから認めなさいっていうのは、なんか隣の国と同じような構造になってしまうわけですし、どうでしょう、あの、Zoom で参加の皆様、今回の裁判の国の主張、まあ、ご案内の方にも送っておきましたけども、
どのように感じたとかっていうのがあれば、手を挙げていただければと思います。林さんどうですか、今回の裁判なんとなく流れを見てたかと思うんですけども。ありがとうございます、はい、ちょっと国の答弁書の中身を、ね、知らなかったのでびっくりしました。で、ご給付ならば本人の利益は損害されるっていうのはこれどうその前後を含めてちゃんと知らなければいけないなと思いました。ただここまで堂々とね、国がこういうことを言うっていうのは不安としては非常にこう論点明確で注目されるし、世論も受け止めなければいけない、そういう裁判になるのではないのかなと思いましたね。まさに東京の福祉とか、私たちが憲法で国を作っているということの意義が問われる、そういう問題だなと思いました。で、まあ、ちょうど、この夏、去年の夏に仲間たちと反対の記者会見などを開いて、その代表でインタビューを受けて紙の爆弾という雑誌のカバーストーリーができた時にその提訴の、ね、ニュースも上がってきて、そこにこの竹谷学習会の代表で意見陳述までしていただいて、ね、やっぱり市民が学んで、これが私たちの求める国の在り方だというのを提示している、ね、本当にこうたっぷり四つに言ってもう押し出してほしいなという感じです。とりあえずこんなところですが、ありがとうございます。他に出てますかね、一通り千葉美佐の市長とかその、あ、私の国側の答弁書、あ、それは出てないです。それ出したいですね、はい、裁判所で見ることもできるでしょうし、あとこれ公文書ですからね、開示請求してもいいですよね。あと当事者だったらお持ちになっていいはずなんじゃないですかね。ですね、ざっくりと答弁書の用紙をお伝えしていいですか。はい、汚染水による被ばくリスクは相当程度低減している。アルプス処理水の海洋放出が特定の範囲特定の条件下にある個々人に対して危険性を増加させるものではない。むしろ将来の排出を措置に向けた福島第一原発全体のリスク低減最適化に資する対策である。原告らの権利、法律上に保護された利益が侵害される恐れがあるとは認められない。などですね。原告らの権利、法律上保護された利益が侵害される恐れがあるとは認められない。原告不適格って言ってるんです、うん、そういう訴訟を出すこと自体が間違ってるっていう主張なんですね、うん、で、まあ、それはそう言いたいでしょうね、うん、差し止めしたくないわけですから、うん、それを反論するのが前提なので、うん、それそういうことをいろいろ言っているということなんです、うん、からそういう論理をどうやってこれから崩すかっていう、うん、崩すっていうのは相手に対してじゃなくて裁判官を説得すればいいわけですよね、う
だからそういう戦いだというふうに、まあ、弁護士さんも言われてましたけど、うん、なんか本当にあれですね、こう屈辱感を味わう場なんだなって思いましたね。それを反論しないで聞き続けなきゃいけなか、結構長かったよね、時間にして。 だから私はそういうの参加したことないから、そういう苦痛を味わわなかったけど、そういう苦痛を味わわせるようにやるのが裁判。そうなんでしょうね。だからこれまでいろんな裁判が行われてきましたけども、みんなこういうふうにこの被害を受けた人たちがその被害を被害じゃないっていうその話を聞かされるって、何重苦も重なる、そういう、そういうひどい答弁書を作って読む係がいるわけですよ、うん、弁護士じゃないですか、国の法務省の役人ですけど、うん、それを仕事だと思ってやってる人がいる、うん、だから向こうは仕事でやってるんでしょ、うん、こちらはボランティアでやってる、うんうん、何が一番こう、例えば国側の意見陳述を聞いてて屈辱だって思ったのって一番のポイントっていう、なんかね、言葉が難しくって、つまりざっくり言えばこういうことなんでしょっていうのが、その何ていうの、国益だとか、その個人の利益は侵害されないっていうぐらいの話で、何言ってこね、難しくって、その同じような言葉をこねくりかも回してるみたいにこう感じたっていうか、難しく、うん、まあ、それも一つの作戦というか、ね、うん、実際裁判じゃなくても時効に東電が、市町村長とか集めて説明会や何回か傍聴したことあるんだけど、うんうん、ものすごく細かく説明するんですよ。そうですね、わざと難しくやってんじゃない、うん、それでしまいに、ほとんどの市町村長からもっと分かるように説明してくださいという要望が次々出たんですが、うん、もう分かんなくして、その煙に巻こうとして資料作ってんじゃないのっていうような感じなんですよね、うん、自己処理をこうやってますって説明なんだけど、うんうん、だからそういう手法があるって誰かに聞いたことありますけど、うん、わざ と、難しい資料を作って、うん、でそれでやっつけるみたいな、うん、要はわけわかんなくさせる、わけわかんなくさせてんだなって、うん、だからここなんか答弁書も50何ページもあるけど、うん、そんなに大変なこと言ってるわけじゃないでしょ、うん、結局は、うん、同じことを繰り返してる感じなんですか。それで例えばその今チャット欄の方にもいろいろリスク低減と最適化とっていうようなね、うん、これは国が言ってきてると、うん、じゃない言ったことでしょ、うん、でそれってどういう意味なんですかねっていうことだよね。リスク低減とか最適化に資する対策なんだよと、うん、それは、まあ、処理して薄めて流すという、うん、ことですよね。全体のリスク低減、第一原発全体のリスク低減、廃炉措置に向けたら、廃炉措置に向けた、処理水流すこと自体はあまり良くないんだけど、うん、廃炉全体を進めるためには、うん、合理的に全体的に行わなければならないと、うん、リスクを低減しながら、 IAEA に説明した言い訳もそういうのを使ってるんですね、うん、だから IAEA は海流すことが一番いいとは言ってないんですよ、うん、そんなお墨付きは与えて ないんです、うん、ただ言い訳としては廃炉全体を考えると、うん、しょうがないですよねみたいな、うん、そういう主張なんですね。裁判の中でそういうのを言って通る話なのかどうかは分かんないけれども、うん、
その回路を進めるためにあのタンクをなくしてスペースを確保しなきゃいけないみたいなことをもう言ってたじゃないですか。だけど、まあ、実際にはじゃあ何のためにスペースが必要なのかっていうと、そのデブリを取り出してそのデブリを処理したり保管したりする施設を作るためにスペースが必要だっていうふうに言ってたわけなんだけど、じゃあデブリを取り出すことができるようになってるかっていうと、実はデブリを取り出すことすらできないっていう現状にあるわけで、スペースを空ける必要性すらないっていう話なんですね。だから、まあ、結果論からいくと、その汚染水を処理して海洋に投棄することがその全体のリスクを下げることにつながってないっていう感じになるんですね。別物として動いてるんでね、リスクを低減させるっていう風な話と、うん、汚染水を捨てるっていう話は全く別の系統として動いちゃってる、うん、だから関連づいてるからいいでしょっていう話にしてたのに、関連づいてないから良くない。なんかね、そういうこともあの原告代理人の方からあのプレゼンしたんですよ、うん、私たちの意見陳述の後だったかな、うん、言われてますからね。そうで、それに関してもその原告代理人のプレゼン資料の一部に準備書面に含まれてない内容があったからあのそれがここ適正でないっていうふうに、まずそういう文句をつけるところから答弁がスタートしてそれ言われると困るっていう意味ですか。炭鉱区場所がないからっていうのは単純な話で、アルプス処理委員会の時点でそれがスタートなんですよ、うん、だけど炭鉱置く場所ないかっていうのはそれは東電が言うなら分かるけど、うん、国が言うことじゃないですよね、うん、だから中国に対して炭鉱置くとこないんですから直しますって言ったら笑われますよね、うん、だからそういうのはもう通用しないっていうのを分かってるんじゃないですか、うん、菅川さんがちょっと書かれてますけども、解釈しないと菅川さん、これについてちょっとお話しいただければなと思います。まあ、すみません、はい、まあ、向こうに言わせた方がいいっていうか聞いた方がいいと思うんですよね、うん、まあ、リスク低減って何のリスクですかって、どういうリスクですかって、うん、ね、分かんないよね、うん、このままではリスクって最適化っていう言葉自体が分かんないでしょ、うん、でちゃんと説明させた方がいいですよね。最適化って どういう意味ですかとか、うん、どういう意味を持って何をどう最適化するんですかとかね。最適化の前に瀬川さん正当化がありますよね。言ってないですね。それは ICRP 用語っていうやつで、いや、多分同じことで ICRP 用語を使ってらっしゃるんですかって聞いた方がいいですよね。多分最適化っていうのはそのつもりで言ってるんだけど、正当化はしてないから使ってないですよね、正当化。うん、それは意識的に使ってないのか、IAEA も正当化してないぞって言ってることを承知してるからこそ多分言ってるんですね。正当化って言えない でもそれはそうなんですかって向こうに聞いた方がいいよね。だからそれがね、これからだと言わせた方がいい。これからそれがこれからだと思います。これからね、だからこれから向こうに渡る余地が結構あるんじゃないですか、うん、確かに、まあ、聞いた限り向こうが主張してきたことの中で何を言ってるのか分かんないのかを全部リストアップして、うん、何言ってるのかっていうのを確認していくっていう作業が必要ですね。そうです、裁判長分かりますかってことですね、うん、判決下すのは裁判官ですからね、皆さん、裁判官の皆さん分かりますか、うん、どういう意味かって、何を言ってるのか、うん、リスクっていう言葉も非常に曖昧で、うん、ですよね、科学的に定義するような言葉じゃないので、うん、そもそも地場弓さんがリスクと思ったらリスクなわけですよね、うん、竹谷的に言うなら、うん、そういう定義もちゃんとあるんですよ。リスク認識って認識の主体がリスクと思ったのがリスク、うん、それが一番社会的な考え方で、ただ国側がね、何をもってそういうふうな言葉を使ったかっていうのは口から言わせないといけないですそういうこと、確かにね、そういう論争になるんだと思います。
まあ一応なんか言いそうなことは足が ついてるというか、でも言いそうなことはやっぱりこっちで考えてるか悪いですよね。さっきおっしゃってたようなことはまあ一応考えてるか悪いことは言います。ただやっぱりその竹谷光雄のね、この勉強会を進めてきた、まあ、やってきた私たちにすれば、そのいろんな難しいことよりも本当に自分たちの権利、あのリスクがあるというものを嫌だという、うん、嫌なものを嫌だって、自分たちがそれはおかしいでしょっていうことがまかり通らないっていうのが、なんともこうどうにもならない。で、あの千葉由美さん今回のその裁判でのことへの、うん、そのされた時に何をしたいとしてお話しされたんですか？あ、私？うん。そこをちょっと皆さんにねご紹介して。ちょっと待ってね。まあ私の役目はね、やっぱりその自己当時子育てしてきた母親としてっていうところだと思うんですよね。で、子供たちが自然の中でのびのびと遊べなくなってしまったっていうことだったりとか、うん、あとはまあそうだね、子供らしい経験を奪ってしまったっていうことに対して、私たちは本当は反省して改めなければいけないのに、それ改める真逆の方向に行ってしまってるっていうことに対して、あるべき姿をこう求めたいみたいなことで、あの、まあ、ママベクっていう測定活動をしていて、あの子どもの環境すらまだまだ汚染が残っていることとか、あとは母親のコミュニティ作りでね、あのお茶会とかやってる中で、お母さんたちが例えばいわきで生まれ育つ子どもがいわきに海があることを知らないっていうことを言ったことがあるんですよって、そんな冗談みたいなね話だけれども、母親としてはやっぱりその事故で汚されてしまった海に子どもたちを近づけることができなくなってしまったっていうのは、その海沿いで育ったお母さんたちは、海はお友達みたいな存在なのに、自分が友達のように親しんできた海に子供を連れていくことができなくなっちゃったっていう、そういうリアルな話は、私は中通り出身だからやっぱりその浜通りのお母さんたちの話を聞いて、やっぱりそこで育つ人にとってはどれぐらいのものが奪われたのかっていうことを伝えなきゃなっていうふうに思ったから、こういうことも伝えたんですね、うんうん、で、あの事故で汚されてさらにまたあの汚染水を海洋投棄すれば、ますます子どもたちを海から引き離してしまうことになるっていうこともあの訴えたんです。で、まあ、今回の海洋投棄に至るにはもうみんなで反対の声を上げて流さないでっていうこともしてきたんだけれども、結果流されてしまって、あの常磐ものの PR がスーパーに行くと音楽かかってやってますよね、うん、それを聞くと非常に辛い、だからもう魚売り場に近づきたくないっていう声も聞こえるようになってきましたっていう、そんなことも伝えました、はい、でもこれは家族の健康とか将来を心配しているから出てくるものなんだと思いますって、うん、その言葉を否定されるじゃない、風評加害者だみたいに、うん、そうじゃないでしょっていうようなことをあの訴えたんですね。だからまたあの時みたいに戻って、その事故直後の不安に引き戻されてしまうっていう、その切実さを訴えまして、あとはあの海洋投棄に反対する請願行動も行って、まあいわき市ではその請願が採択されて国に意見書も出しました。で、同様のものを福島県の7割の自治体が提出しているでしょと、こんな状態で関係者の理解が得られているって言えるんですかというようなこととか、あとはその学校教育の現場に理解醸成に向けた出前食育活動等事業が、うん、で企みを持って計画がされて、そんなことを進められようとしてたんですよ。で、海洋投棄の安全 PR のために給食で福島沖などで採れた
水産物を使用するというもので、こんな子どもたちを広告として使うものは本当に許せないって言って、母親らはもう本当に驚いて怒りの声を上げたし、市民も働きかけを行って、その甲斐あってか受け入れた自治体はなかったけれども、教育の現場でもこれはさすがに受け入れられないっていうふうに困惑してたんですよ、うん、っていうことは裁判官の皆さんにも知ってほしくって、こういうことも伝えました、うん、でできる限りのことをこれまで13年間私たちは本当にあの手この手でやってきたけれども、これは本当に簡単なことではないんですと。じゃあ一体これ以上何をすれば私たちの声は届くんですかって、命をつなぐ私たちの願いが無視されるのは本当に悲しいし、平穏な生活を返してくださいっていうふうに言いまして、うん、で子どもたちに渡す未来のためにこの登記をやめてほしいっていう声が届くことを願って、裁判官の皆さんに思いを託しますと、司法の力を信じてますっていうことを伝えました。はい、ありがとうございます、はい、もう本当に私たちの思いを代弁してもらって、うん、だから国側がね主張することっていうのは本当に私たちには無意味で、ざるに水入れてるようなもんで、そんなことじゃないんだ、私たちが訴えたいことはこういうことなんだっていうことが、その裁判においてどうやってその通っていくのかっていうのが苦しい場面を今回見てるっていうか、これから始まっていくんだなっていう気がするんですけども、でもこれって当たり前の主張ですよね、山木さん。はい、私もこの、意見陳述3人かな、うん、4人聞いて、4人か、うん、別のビデオで聞いたのすごく感動しました。でこう千葉由美さんの一番訴えたいことは、その国の言うことを聞いてたので、子供が守れないっていうことですよね、うん、母親として子供が守れない、うん、今日の記者会見も そうだけど、うん、親として子供に対して責任が取れない、はい、だから報道せざるを得ないというところからスタートしてるわけです、うん、それから漁民の方も意見陳述したんだけど、うん、その薄めたから安全で害がないんだよっていう話じゃなくて、海そのものがいかに大事なものかっていうことを訴えられた、うん、そこに人間はどうの以前に魚が住んでる場所なの で海が非常に人間にとっても大事なものなんだ、でそういうことが分かってないじゃないかっていう、そういう主張をされたんです。これは国なんかが言ってることに全く文脈が違う内容なんですね。ですから弁護士のカイドさんも言ったけど、裁判官が一生懸命聞いてたから、うん、なぜこういう問題が起きてるかっていうのをある程度裁判官は理解できたんじゃないかっていうふうにおっしゃってました。だから今後に期待したいと思います、うん、ごくごく当たり前の主張なんだけどね、うん、だから訴訟の意味もそういうことがある程度理解されるという、ね、そういう話をする場ができたということなんだと思いますね、うんうん、要はこの裁判って海に汚染水流すなっていう、止めろっていう裁判だよね、うん、でこれなんか当たり前のことなんだけどさ、その千葉由美さんなんかよく言うじゃん、うん、フライパン洗うときにね、油をそのまんまシンクに流すんじゃないよ、ちゃんと牛乳パックを切っといて、それで綺麗に油をこそげて油をちゃんと流しちゃダメだよって、でそうやって海に汚れたものを流さないようにって子供に教えるわけだよね、うん、でもこれってそんな当たり前のことを子供に教える教育じゃない、うん、親が子供にっていう、うん、だけど国が薄めれば大丈夫だから、うん、そういったさっきの何だっけなんかいろいろ言ってたね、うん、難しすぎて引用できないのよ、引用できない、難しすぎて、その、まあ、安全な状態安全とは言わないのかな、なんかそういう薄めればまあ大丈夫の意味が違うんです、大丈夫の意味が、まあ、確かに意味が違うところで、だけどさ、この1あるものはさ、いくら薄めたってさ、集めれば1に戻るわけですよね、それを
捨てるっていうことが子供だって何だって分かるじゃん。それを国が示すっていうことがどれほど理不尽なことかっていうね、うん、をちょっとあの問いかけたいな。そういうことがまかり通る裁判であってほしいなと思うんだけど、この裁判において何がこう決め手になっていくのか、これからなんだと思うけど、国の主張ってそういう主張を今回してきたわけじゃない、まあ、全体の利益になれば一部の人は切り捨ててもいいような考え、もう全否定だよね、その私たちの訴えをね、だからあなた方はまあいいから我慢しろよと、まあ、国は全体的な国益になるためにこれをやるんだからあのっていうことを言ってるけども、よくよく考えたらば国だ、あの世界中に海はつながっててっていう話を考えたらばさ、そこだけを理解させるわけではないわけだよね。まあ、この問題はきっとまだまだ問題がこう出てくるのかなとは思うんだけども、うん、年生して何記事を書きたかったか書けなかったか問題が本来そっちに向かなければいけないでしょっていう話なんだけども、いや、あのちょっと瀬川さんの方から、はい、どうぞ、竹谷さんの引用で、たとえ絶対安全でも人々が心配している時に、うん、そういうものを捨てるべきではありません、うん、引用があったので、それをホワイトボードに貼り付けようと思ったけどできなかったできない、いい、そうなんですよ、そういうことなんですよ、はい、どうぞ、はい、今の付け加えというか、このことはあの安全性の考え方であったんですけど、この心配しているという時っていうか、このやっぱり心配してますって伝えるってことが大事なんですね、うん、そういう人がいなければ心配しているかどうかわからないですよね、うん、だからそういう声を聞く場をもう作らないといけないですよね、そもそもね、うん、行政とか国とか、だから司法の場に行かなければそういうことが言えないという時点でももうちょっと間違ってると思うし、やっぱり心配してますっていうことが大事だから、そういうことを言えない状態になんか雰囲気とか作ってるっていうのが一番最悪だと思う。みんなが自由に私こう思うとかこれが心配とか言えるような状態になってなきゃいけない、そこから始めるんだなっていうのは、その今の竹谷さんの言葉とさっきの千葉さんのこの陳述、を聞いてというか、千葉さんとか小野さんとかね、やっぱり言ってくれた、代わりに言ってくれたっていうのはすごい貴重というか、もうみんなそうじゃなきゃいけないとは思うんだけど、やっぱり言えないところに触れたっていうことが、言うってことが大事だなと思いました、うん、その言う場を作らないようにするっていうのが最初からやってきたことなわけですよね、うん、で、あの住民との対話じゃなくて、うん、ご意見を伺う場、うん、ただ一方的に聞いてやるから黙って喋るっていうような、うん、だから対話したくない、うん、まあ、昨年は一応説明会ってかなりやって、向こうに言わせると数百回やったって言ってるんですけど、あ、そうでんの、だからそれ郡山でも何回かやりましたけど、うん、でもその説明会っていうのもあくまでも、いや意見発表はするし質問もしたから同じようなことは言ってるわけですよ、でも結局それを無視して強行したから訴訟に。せざるを得なくなる、うん、説明会自体もだって国がセッティングしたんじゃなくて市民側が会場を設定してるわけですね、だから国が説明の場を作ってるわけじゃなくて市民が説明しろっていう場を作ってる、ただ、ね、ただ一応ジェスチャーとしてはあの菅内閣が決めた後に、経産省はいくらでも説明しますって言ってそれで数年前に僕オンラインで経産省の係官と喋ったことあるんですよ、いくらでも説明しますって、うん、かなりマイナーなところだけどちゃんと出てきたんですよね、うん、その人は、自分は農家出身なのでっていう
から、うん、じゃあ農家出身なら少し話わかるのかって、うん、最後に、あなたがもし漁民だったらどういうふうに考えると思いますかって聞いたら、うん、私は漁民でないので分かりませんって言うんですよね。で、分かんない人と話したってしょうがないじゃないですか、うん、でものすごく がっかりしたというか、まあそう言うだろうと思ったんですけど、結局そういうことなんで、その前まで私が思ってたのはですね、結局安全だって言ってる人たちは、うん、あの汚染を流す側なんですね、うん、そうね、うん、で浜に住んでる人とか漁業関係者は流される側なんですよ、うん、自分の住んでる場所に汚染物を流される側と流す側なんですよ、流す側がいくら安全です安心してくださいって言ったって、流される側は違うじゃないですか、うん、だからまあそういう対立なんだなと。で考えてみると、その構造っていうのは原子力を推進する過程でずっとやってきたことなんですね。だから国側も必死ですよね、うん、これで負けたら原子力そのものがまずいっていうことがバレちゃうわけですから、うん、そもそもトリチウム水そのものは流してるんだし、それ自体も問題あるわけでしょ、うん、最初に工場から流したらもう今流してるものも数百倍とか、という濃さなんですよね、うんうん、あの六ヶ所村が幸いにして動いてないけど、あれがもし稼働したらあれを薄めて流すなんていうんじゃなくて、そのまま沖に流すっていう話ですから、うんうん、あの老けた元委員長が平気で言ってるわけですよね、うん、それをで、とんでもない話なんですよ、うんうん、だから国からするとこれ流せないなってはとても考えられないんで、うん、そうすると六ヶ所村なんか、うん、とんでもない話になっちゃう、怪我はという、はい、どうぞ。いや、要するに意見とか声を聞くっても、その聞く側の前提がこの竹谷の立場に立っていなければ、はい、聞いてもしょうがないですね、うん、要するに心配してますかって、心配してますからじゃあやめましょうっていう立場ですよね、うん、つまりね、心配してる人が言ったらやめます、心配してますかと、まあせめてその心配をなくすには流さないのが一番ですって言われたら、まあそうですね、で、まあ、そういうだから聞く側の立場が違っているとですけどね、だからあくまでもこの立場だっていうのと、あと NHK で、あの菅さん、なんか今のもっと今の弁護士の、あ、菅波香織さんですか、あ、菅、そうですね、はい、出た番組がありましたよね、うん、NHK で、あとあの大熊町の木村さんとかもなんかちらっと、うん、あ、見てないですか、見てないです、あ、なんかうちの中で NHK で見たんですけど、なんていうかね、いろんな人出てきたんですけど、で それでなんか最後にあの経産省で何回も説明会に来ていたあの NHO、うん、の人がいたじゃないですか、木野さん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 じゃなくて、今交代した奥田さん、奥田さん、奥田さんっていう人が出てきて、あ、わかりました、あの人も、あの、別の部署に、その人が農家出身って言った、わざわざ来てくれて、なんかしゃべる場面が最後にあったんですよ、うん、でさ、最後に彼は、でもどっかで線を引かなきゃって言ったんですよね、うん、なんか結構みんなの声を聞くので悩んでるみたいな雰囲気だったんですけど、うん、どっかで線を引かなきゃって、それがまあ100人の立場っていうか、うん、だから水俣もどっかで線を引かなきゃってずっと来てるわけですね、うん、線を引くっていう、だからこっちが心配してるとか流さないでほしいって言ったらやめましょうっていうんじゃなくて、こっちが線を引くっていう意識でいるってことですね、うん、あのいろいろ声を聞かなきゃとか言って、ちょっとみんなの声を聞いて悩んでるような雰囲気の人も、やっぱり官僚はどこかで線を引くものだって思ってるんだなと、その考えから変えないとダメなのかもしれないかなというか、でもその考えは違いますよってことを逆に言っていかなきゃいけないのかなとも思いました。線を引くっていう考え方を
改めてもらうということ、うんうん、まあ、線を引くっていうのが、まあ、進むほど前提ですからね、そもそも、うん、まあ、線をどこに引くか、例えば、うん、アルプス処理水を海洋放出するっていうのはここまでに期限が決まってるからここに線引いちゃって、うん、もうそこ越えたら話聞かないよっていう、うん、そういうふうな線の引き方でもあるし、うん、まあどっかで議論を打ち切るっていうような感じの線の引き方でもあるし、うん、まあ結局何か目標が決まってるから線引かざるを得ない、うん、そうですね、うん、でも今回の場合は海洋投棄を前提としたところに線引きをしたわけでしょ、うん、でそれはやっぱり そこが間違えてるわけだから、でもさ、そもそもアルプス小委員会だっけ、うん、あの委員会が作られる時にか、うん、と陸上保管以外で話し合ってくださいねって最初から言われたって言ってましたよね、うん、陸上保管が選択肢にもともとないんですよ、選択肢から外されて、選択肢作ったのはアルプス小委員会じゃなくてその前のトリチウム水タスクフォースなんです、うん、そうですね、トリチウム水タスクフォースっていうのは専門家と役員の集まりなんで、うん、だからそれまでの原子力推進の発想で考えてる、うん、でそれで6周年あのシナリオを作ってアルプス小委員会に任せたんだけど、うん、アルプス小委員会の方は一応消費者団体の人とか、うん、それから風評被害の専門家とか入ってるんですね、うん、でその人たちに、させて、まあ、海洋放出が一番妥当なんじゃないかっていう結論を出した時点で公聴会やったんです、うん、でその後で陸上保管できるじゃないかっていう話を我々がしたわけですよ、うん、で陸上保管って技術的に可能なんだって、うん、アルプス処理科の人たちも初めて分かったんじゃないですか、うん、その時に、うん、だから最初からお膳立てしてたっていうことなんですよ、うんうん、まあ、だからさ、その線引きっていうね、今の話でいくと国側が持つね、線引きっていうその、まあ、東電なり、まあ、国としてこういう線引きをここに置きたいっていう前提のもとに皆さんのお話を聞きますよ、うん、だから全くその折り合った中での線引きではないわけですね、うん、折り合いがついて、まあそこまで大変なんだったらば、どうしようもないんだったらば、まあ、国民の皆さん、県民の皆さんはまあ、ここまで大変な思いされてるんだったらここまでやりましょうよとかね、いろんなことが議論されて私たちの意見も尊重され、でもそれはどんなに頑張ってもその意見が通らないものだったり、まあ、するものはそこはまあ、私たちは受け入れましょうとかっていういろんなもの会話が対話があって、そこに線引きって生まれるべきであって、その線引きがもう体制側の線引きがもうここに決まっている中で、まあ皆さんいろいろ言ってください、どんどん聞きます聞きますよ、はいドーンってね、はい海洋投棄意見も聞きませんみたいなね、っていうようなのが続くから、そりゃ誰だって怒るよねってなるんだけども、今回の裁判において海洋投棄を止めるというようなところまで持っていくために、本来だったらば国民なり県民、今回の原告側が主張すべきことっていうのは、さっき言った千葉由美さんが言ったようなことが本来まかり通らなきゃいけないべきことじゃないですかっていうね、うん、国は代理人がみんなこれ法務省の職員みたいな名前になってるんですよ。うん、でもあのやり方決めたのは経産省の資源エネルギー庁の中の一部のグループですからね。うん、でそれを事故前からずっと日本の原子力政策はそうやってきた。経産省の中の資源エネルギー庁の中の何とかな、その一部なんですよ。うん、それが政策作っちゃって国会にも関わらないでやってきたから、全く民主的に決めてないわけです。うん、よく言われることっていうかね、こうやって勉強会に参加してる人たちは、まあ、推進側が言うことだからとか、まあ、そういうのは決まっちゃってるんだよなっていうような、でもそのほとんどの人は何言ってるか分かんないわけですよ。 それが何言ってるかが、だからこういうふうに動いてしまうっていう
ことが理解できないんだけども、自分たちの主張が本当に当たり前のことを言ってるんだけども、うん、通じない。国側が、うん、まあ、今回の答弁でも言ってるように、うん、ありえないでしょ、うん、ありえないことを難しくいろんなこと言うから、まあ、よくわかんないけどそういうことなのかっていうように丸め込め出てしまうみたいなね。で、それ自体が事故の原因にもなってるわけですよね、うんうん、そういうことを許してきたから事故につながったわけですよ、うん、そういう経験をすでにしてるので、うん、それを一方的にまた聞くっていうのはやっぱありえないんじゃないですかって、国民なら考えないと命が守れない。そうなのよね。いや、そこにあんな経験をしたのになんでまた騙されんのって思うじゃん。でもその風評被害対策のためにいくらお金使ってきたのみたいなのも別な企画でね、うん、学んでるとさ、いやー嘘にはお金がかかるんだなってだから思うしさ、PR されればされるほど嘘が大きいってことなんだよって気づかなきゃいけないですね。政策の失敗なんですよね。アルプス小委員会の時点では、うん、海洋放出が一番コストが安い数十億円とかっていう予算ちゃんと書いてあったんです、うんうん、で実際にはなんか中国のせいだけでも1500億円とか、とんでもないお金になってるので、そう税金ですよね。だから政策失敗なんですよ。だから結果的に国益を損なってるんですよ、ね、そうそうそう。放出したお金で中国への輸出ができなくなったっていうことはものすごく損失があったわけで、あの責任は誰が取るんですかって話、うん、でこれ一個見ただけでも本当は海洋放出やめましょうって方向に傾いて当たり前っちゃ当たり前でもそこに対してその中国との そのナショナリズムを煽って中国が難癖をつけてきてるんだっていう風な風潮でその中国攻撃に利用してるんだよね、逆にね。そうだね、まあそういったそのでそれに乗せられるバカもいっぱいいる。そういうところをうまくついたところはあるよね。だけど、まあ、今日の記者会見でもちょっと話が出たんだけども、あの原発事故が起きた時に原発が暴走するのを止めるためにね、あのキリンっていうこういう何て言うんでしたっけ、そのセメントを高層ビルにやるやつを水を送り届けたのは中国なわけじゃないですか。あれをなかったらば原発が暴走して爆発っていうかね、大変なことになった、うん、だけどそれを手配したのは日本に住んでる東京の人が、うん、中国の人が、うん、なんとか福島の事故を止めなきゃいけないって言って、うん、これで一番上から水を流すのには、あそうだ中国にこれがあるって言ってすぐ手配してっていうような流れがあったにもかかわらず、こんな中国をね敵に回す、またちょっと今日の話とは違うかもしれないけども、海にこういった汚染水を流すようなことをやはり海に面している国に対してちゃんと承諾を得ていくっていう、うん、その当たり前の交渉ができてない中で、これはまあ強行してしまったわけじゃないですか、うん、これね、うん、中国製の巨大ポンプ車っていうね、これが日本に住んでる、東京にいる人だよね、中国にこれ取り扱ってるって言ってすぐ手配して、これ無料で送り届けるんですよ、すぐにね、うん、っていうこの大キリンっていうものがなかったらこれ実際どうなってたのっていうことをよく考えてほしいなっていうね、うん、でもその上で今中国をぶったたきに行ってるっていうのは、おいこの国はどうなってるんじゃいっていうね、私たちはこのおかげでどれほど命拾いしたんでしょうかっていうことも本当に思ったりしますので、まあ、裁判においてはこういったことがあまり語られないのかどうか分かりませんけども、なんかね、道徳に反してませんか、まあ、海に汚したものを流すのもおかしいですよねっていうところで、どうでしょう、会場から今回の裁判、海に汚染水流すなと
ということで話して、この間、千葉由美さんが口頭弁論して国の言ってることがすっちゃかめっちゃかで、頭に来たということで今日の勉強会を行われてるんだけどざっくり言うとそう、そういうもう頭に来たって言って帰ってきたから、5000焼ける5000焼ける国言ってること何言ってるか分かんねえ、頭に来たって言って、これをなんていうの、言い返せない、うん、それに対して整理つかないっていうものが許せないっていうかね。カップと1時間だったんですか。あ、そうです、ね、そうあのでもここで学んだから、そのおかしさにも気づけるようになったしみたいなのは大きいよ、ね、うん、まあ確かに。だけどさ、科学とは何ぞやとかさ、でもさ、科学とは何ぞやも結構難しいんだ、一般的にはヒューマニズムヒューマニズム、まあ、ヒューマニズムって横文字にされてうちの母ちゃん分かんないから今の話はそこまでいかなくても、あの流すときに他の国に謝んなきゃいけないですよ、ね、そうなんですよ。そこもしないで、中国だけの問題じゃなくて、うん、太平洋に流すんだったら周辺国に謝らなきゃいけないと思う、うん、そう、あのそういうのがないんですよ、全く。なんか南の島のその何でしたっけ、ビキニ諸島とかあの辺の国々からは、あの汚染水の海洋投棄ってことに関してものすごく反対の声が上がってるわけですよね。あ、それも言ってました、あの法廷で、うんうん、弁護団の方、それは IAEA だけ、うん、あの作って自分で頼んで、うん、IAEA は頼まれたから検査しましたっていうだけで、そもそも IAEA とその、あの環太平洋の島しょ地域と、あと日本っていうふうな立場で考えると、どっちかっていうと日本はその太平洋の島国の一員でもあるわけだし、うん、で同じようにその原爆実験とかで同じように被害を受けてきた国のうちの一つなわけだから、うん、IAEA と本当は立場として反対側にいるはずなんですよね、うんうんうん、IAEA はね、世界中発展してますから、ね、まあ、もっとひどい国あるんだからそのくらいいいんじゃないのっていうような機関ですよね。ね、裁判においてどういうこと、どういうふうにね、これから行くのか分かんないけども、でも当たり前の意見っていうかね、うん、ことはね、言っていくべきだろうなとは思いますよね、うん、どうですか、会場からは堀田先生、なんか難しく、私今サイレントフォールアウト見てきたところで、ああ、見てきた、感化を受けて今ここに直接来た、ぜひ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 、アメリカでも本当に国民をないがしろにして被爆実験100回もされてて、うん、やっぱりそれの中であるお医者さんが入試をめぐって調べてって、うん、でやはりこういうことはいけないっていうのが、あの分かってたんです、うん、日本のこういう一人の人からみんな発信していくっていうのは大事だなと思いつつ、うんうん、こういう場がないと私らも来ないし、うん、こういうことを言っていただく会がないと関心が薄れていってしまう、うん、IAEA の見てったら高校生を集めて、この間もあの県内の高校生100人ぐらい優秀な高校生たちを集めて、あの原発の福島の現状は大丈夫ですみたいなのを流して、インタビューでこの話を聞いて安心しましたとか言ってみたら、うん、あ、出雲のやつね、う、うん、だけどでも逆に今回何人聞いてるんだろうと思いながらも、確かに私も今回初めて聞いたのでなんでよ、竹谷先生の論法もよくわからないで聞いてるんですけど、今度読んでください今ネットで見てても難しい、あの入試プロジェクトは日本でもあの事故後に、うん、ありますね、やったんですよ、それがどうなってるのか、だからあの映画って50年ぐらい経ってからこういう結果でしたみたいなことに なるわけでしょ。なんか福島はそのスタート地点なんですよ、今13年に起こったのがまさにサイレントフォールアウトなんですよ、うん、その結果が出るのに何十年もかかるという話、だから竹谷さんが言うのは、結果が出てからで遅いですよねってどっかにあったけど、そういう実験をやってることになる、うん、IAEA が今あの流した水を検査してますから、流しちゃってから後から検査して大丈夫って言ってるだけの話ですから、うんうん、
じゃ30年後どうなるかっていうのは今わからないわけですよ、ね、今わるわけないでしょって突っ込まなきゃいけないとこなのに安心しました。人体実験をやってるって言われたってしょうがないことだからそういうことだよね。竹谷が言ってるのはそういうことなんです、うん、情報リテラシーの問題なんですかこれは、うん、そういう報道になんで騙されんのっていう、うん、まあ、金かけてからね。まあ、だからその今コンタ先生言ったようにそのサイレントフォールアウトっていうのは何年前の話よってなった時に、はい、はい、瀬川さんどうぞ。竹谷さんそんな難しいことは言ってない気がするんだけど、はいはい、どんな心配しているっていう話はあとなんか不安だとかね、それはなんかこう気持ちの問題だとか事情の問題みたいに言われがちだと思うんですけど、その竹谷さんの前提は放射能っていうのはどんなに微量でも有害だというのがもうまさにあるわけですよ、うん、それはもう科学として言えることなんだと、それはもうどんなだから心配するのは当然だと、有害なものを心配するんだからっていう、そうなってるので全然やっぱり科学があるわけなんですよね。だから今もうだからそういうのはこう多くの人で実際に調べないととか疫学とかやらないととか言って、で今最も大規模疫学調査みたいなのでもうどんなに微量だっていうのが証明されたりしてるんだけれども、だから科学は、まあ、実際に証明されてするのも科学だけど、まあ、証明する前に証明しているというかいうのをたびたび科学の歴史ではやってきているというのは、まあ、山木さんがよく知ってるし、そういうことを竹谷さんはずっと言ってきてると思うので、要するに、もう理論とか今ある証拠から見て間違いないということになるわけですね。それが竹谷さんの前提なので、だから今この、心配というところの前提として放射能というのはどんなに微量でも有害である、 ICRP だってアスティアだってその立場に立つじゃないですか。最適化とか正当化だとか難しさの言葉も前提は基本的には放射能というのは有害だから低くしなきゃいけないっていう考え方なんですよね。だから それをもっとみんなが自信を持って言っていいんじゃないかなと思いました。いやでもどんなに微量でも有害だっていうその、言葉が通じないんですよね。そこでねゼロリスクとか言われるんですけど、うん、でもゼロリスクっていうのを求めることは何か悪いんですかって感じ、ね、そう別な言い方するとその有害かどうかわからないって言ってるけど無害だって分からないわけですよ、うん、有害であることが証明されなければいいでしょって向こうは言うんだけど、うん、じゃあ無害だって証明してみろって、うん、で裁判になるとどっちが立証責任あるのかっていう戦いになるので、うん、安全を証明しなさいって言われたらできないはずなんです、うんうん、でそれが今瀬川さんが言った前提で、うん、無害だって証明がない限りは有害として扱うしかないわけですよね、うん、で有害という証明があるわ、有害という証明も あるわけです。そうですもゼロに近づくのとは分かんないけど、100ミリなんて言われたって争ってるんだけど、争ってるのはそれで裁判官が説得できていないというか、うん、まあ、裁判官もそもそも、まあ、科学を受け入れる頭になっていないというか、自分の次の行き先だけ考えてるというか、うん、っていう感じだけど、もう有害だって証拠はもういっぱいあるわけだから、で無害だって証拠はもう、まあ、ないわけで、もうこの辺ははっきりしてるんだけど、うん、争ってるわけで、だから大体クドッコンとかでもさっきのゼロリスクっていう話の時にまず自然放射線もありますとか医療被曝もありますとか始まるわけですよね、うん、だから自然放射線もあるからそれ以上じゃないって話ですね。ゼロリスクを求めるってわけじゃなくて、この世界はリスクに満ちてると思っているから、
結構危険なものとか有害なものとか子供を育ててればもういろんな危険なものは子供は常にあるわけですよね。親のちょっと目を離すと何をするかわからないでリスクの中で生きているわけで、余計なリスクはこれ以上心配させるような、であの安心して海水浴もできないようなことするなって言いたいことはそういうことでしょ、うんうん、そういうことです。だから竹谷はその害がないってことを証明しないんであればやっちゃいけないっていうのを言ってるんですよね、うん、だから、まあ、単純といえば単純、うん、大丈夫なんだっていうふうなことを証明できない人がそういうことやっちゃいけませんよって言ってるわけで、そう、でも海の検査しても大丈夫だったよって言ったら、あ、大丈夫だったんだって思っちゃう側に問題がありますよね、うん、今わかるわけないでしょって突っ込まなきゃいけないのにでもその大丈夫だの言い方がさ、自分たちの決めた基準値以下ですって言ってるだけであって、うん、大丈夫とは言ってないんだよね、うん、実は、うん、そうだね、そうだね、基準値、まあ、そうなんだけど、うん、例えばそのこれをするために言葉を選んで話してるわけじゃないですか、あたかも安全なように、うん、もうあなたには何 の、 あの被害も及びませんよ的なようなものを、うん、あの醸し出してるわけだ、うん、っていうことで やられちゃっている人たちがたくさんいる中で、これに抗うっていうのは本当に大変で、うん、抗ったら抗ったで風評加害だというような加害者扱いにされていくっていう構図が今出来上がってきてるんだよね、うん、それだからね、抗うんじゃなくて現れちゃダメなの、まあ、共感できるようなそうそう、共感内容をこう伝える、う共感を生んでいく方が、何言ってんだお前っていうふうにこう抗うんじゃなくて、いや、そういうことはいらないけど、いや、それもそうだよね、抗うって言葉はそうなっちゃうわけだから、そうそうそう、抗うんじゃなくて、まあ、上手い言い方をしていかないといけないんですよね。 そこがすごく難しいんだよね。あの反論する、抗うのは簡単なんで、うん、だけどその簡単に抗っていることがどんなに正当性があっても、 それを人々に受け入れられないんだあれば、それは目的を達することができない。そう、伝えてるつもりでも伝わってなければ伝えたことにならないっていう、まあ、確かに苦しさ、分かるし、まあ、それをね、うん、少しでも、まあ、みんなに知ってもらいたくてこうやって勉強会開いて、これを YouTube に上げて一人でも多くの人見てくれたらなっていうようなところで、あの地道な努力を私たちはあの優しく進めていくわけでございますよ。優しく自分で言って、まあ、ただでも難しいんだもんね、本田先生ね、うん、ほらゆいちゃんどう、あの例えばこれやっぱ大学生っていう立場でね、こういう問題っていうのはやっぱ同級生の中でもなかなかあの浮き上がっちゃう話題だと思うし、さっきのトーク紹介しようか。私たち あのここに来る途中にあの車の中の会話、はいはい、どうぞ。あの今回の裁判の傍聴にね、うん、ある東京の若い女性が参加してたの、うん、で帰りのバス、あの行きのバスでは何にも喋れない、うん、帰りのバスで、あの実は私千葉さんとあの知り合いなんですみたいな、うん、今頃カミングアウトすんのみたいな、うん、であのどう最近東京ではあの、うん、若い人たちはどうって言ったら、原発問題は全くあの関心がなくなってて誰も話してる人がいないですと、うん、ただ社会問題に興味関心がないわけじゃないんですと、うん、パレスチナ問題であったりとか、うん、入管法の問題にはみんな非常にあの関心を持っていて、あの声を上げている若者たちが大勢いるんですよと、うん、ね、その違いは何なのかっていう、そのそっちは関心持てるのにこっちは関心持てないっていうのは何なのかっていうのだし、その若い人たちが関心を持つ方法って、あのおしゃれねこう、あとはそのステータス、そこの話に加わってる自分みたいなステータスも必要だったりするんだよね、うん、みたいな、私たちに足りないのはそれ
それなんだよねって言いながら来たの。どうやったらそれって手に入れられんのみたいな。たださ、そのパレスチナ問題であったりとか入管の問題であったりっていうのは死が直結してて目の前で起きてることを、うん、やめてって言えるそういう、うん、その、そういう場面に遭遇してるから、うん、それ一気に盛り上がれるかもしれないけど、うん、原発問題ってそうではないよね。でも直後は盛り上がったじゃない。いやだからその時は、うん、自分ごととして考えることができたわけですよね、うん、もの例えばその東京までとかね、うん、東日本日本半分ダメになるかもしれないぐらいの騒ぎの中でね、あれだけの、まあ、津波被害であったり地震を多くの人が経験してれば、うん、やっぱりこれっていうふうにその時は思った、うん、だけどやっぱりその時が例えばね、うん、あここにいる人たちは13年経ってることに気づいてないんだけど、いや世の中は13年経っちゃって風化してるんだよね。そうそうそう、だからやっぱりそのどうでしょうね、やっぱそのパレスチナ問題なんていうのは本当に映像とか見たらね、子供も例えばウクライナだって多くの人が亡くなっている姿を目の前にしたらやめたいってなる気持ちっていうのは大きく若者だって動くであろうともツイッターなんか見てればね。でも原発問題ってそこにはやっぱり動きなんかね、イベントとかそういうお話し会とかのその企画がセンスがあるなって思うの、そのなんていうの、広めたいっていう発起人の人たちのやり方とかがね、うんうん、私の経験っていいですか、はい、どうぞ。私の未来プロジェクトっていうのがあって、はい、で去年7月に東京のイベントに、野次馬根性で行って参加してデモも一緒にやったんですけど、うん、それは脱原発と再エネ推進とドッキングしてるんですよ。うん、脱原発のだからこっちの地元の人に行って、うん、公園の日比谷公園かな、まあ、広いからあっちに集まったらこっちに渡してる、うん、とそこに行ったんだけど、脱原発のとこに集まってるのは私のような年寄り再生可能で見てると若い人たちが集まってるんですか。最後デモ一緒にやったから楽しかったんですけど楽しかったのね年寄りはあっちでみたいなそこでもうなんかエリア分けされてるんで、うん、私は年寄りと歩くのような若い人たちも集まってたんで楽しかったんですけど、この前の 3.11 のこの前の月曜日かな、の集会は前までデモやったんだけど、みんな年寄りで150人いたとかってことで150人の年寄りでそこへの警官が40人ぐらいね、張り切って張り付いてるんですよ。で警官はもう若いピチピチとした人ですから、早く歩ってください、詰めてくださいとか歩けねえ、歩けねえじゃん、年寄りなんだから歩いてんだよみたいな感じでいやむずいな、笑っちゃいそうです。現実だよね、うん、まあ、ただデモって歩くので健康にっていうのが、うん、そういう問題だね。先生どうですか、そのパレスチナ問題とね、その若者がそういうふうに行く姿と、やっぱ原発問題に若者が盛り上がっていかないというようなねところの、どうすればいいんですかね。そこは延々とその、いや本当圧倒的に分かりにくいんでしょうね。やっぱ問題ね、気の長い話なんですよね。そうだよね。だって世襲の反撃が30年ですよね、うんうん、でそれと付き合わないといけないような問題なんです。でも30年も生きてねえし。で歴史的に言うと原発始まったのはゴジラが生まれたのと一緒ですか。私ゴジラと同級生なんで。ゴジラと同級生。1954年ですから。あ、水爆実験で生まれたんです、こちらがね、うん、そうですね、それが同級生って言われてもそうね、だからそういう長い歴史があって、ね、うん、原子力3原則できたのが56年か7年ですからね、うん、でその後に福島の原発ができて、で実際だって60年経ったって動かそうとか言ってるわけですよね。こちらとジョイントすればいい。だからさ、今回さ、そのゴジラなんかあれだよね、賞取ったからね、ゴジラとジョイントしました。あと何でしたっけ、もう一つのほら、
とはオッペンハイマーが取りましたよね。だから非常にあの問題提起の多い作品が今回は撮ってるから、世界は注目してる、注目してるんです。その世界の注目をこう日本にこ うまく落とし込むようなイベントをすれば若者も集まる、うんうん、いや何そういう違うような気がする。何がキャッチーでこうそれ入り口なんかどうだっていいの、ね、何にゃにゃにゃペンシルベニア大学だったかな、リンディさんという教授がずっと前に福島に来たんだけど、彼の長が書いた論文とか発表の題名は福島は、サードアトミックボミングって書いてある、3番目の原爆って言ってるんですが、うん、あんまりそういう言い方してる人がいないんだけど、うん、福島は、3つ目の原爆だって、うん、そういう名前で講演してる人がいるんですけど、うんうん、そうね、なんかその、ま、今日コンタ先生がサイレントフォールアウトを見てきてね、映画としてはたくさんその福島その関連づいた映画いろいろ行われてますよね。今度対馬とかいろいろ映画が目白押しですよね、あの福島フォーラムで対馬とかいうのもあります。そうですね、それもなかなかあの、ね、ラジオ下火事、下火事、そういったその問題提起をしていく作品って非常に多いのにもかかわらず、なかなかその年齢層が高いところだけでっていうことは、ここは年齢層高いですか？高いよ、私が下げて、ちょっと下げてる、いや、あなたが下げて、いや、ゆうちゃん、大学生が下げてるだけで、ね、さて皆さん、あの Zoom で参加されてる皆さんはどうでしょうか。こういったあの裁判においてね、本当に私たちが思うことがこうまかり通らない世の中で、原発問題は年寄りが騒いでるみたいになっちゃってるよっていうようなね、まあ、先日3月11日郡山でもデモが行われましたけど、非常に年齢層の高い方々が多く参加されていたというような話です。介護施設の遠足みたいな、やめてください主催者聞いてたらどうするんですか怒られる失礼じゃないですかいや、あの、いやでも高齢化問題は本当に深刻だなって、まあ、確かに思うけど、あのね、一言言っていい、はい、高齢化の年齢層の高い人が騒ぐことが悪いわけではない。そうです、そうです、あの、ただやっぱりその次の世代に残すために年齢層の高い人たちが真剣にこの問題に向き合っているっていう姿はとても大事なことだし、あの私たち次の世代にね、あのつないでいかなきゃいけないんだけども、ここにどうしてもギャップが、ね、生まれてしまって、こうやって大学生のゆいちゃんがいることは非常に希望の光であると私は思ってますけども、まあ、そういうような、ね、つなぎをどんどん、あの本当に何が問題なのかっていうのを伝えていかなきゃいけないですよね。でもさ、若者が全然そういう問題に対して興味持ってないって我々がちょっと前まで思ってたんだけど、うん、そのパレスチナ問題とかに興味のある人たちはいるっていうんだよね、うんうん、だからまあここにも乗ってくる可能性はある。そうなの、そうなの、可能性はあるんですよ。そうなんですよ、ね、やっぱりその社会問題っていうその根っこはつながってるので、いや、もっとひどい状態になってるのかと思ったんだけど、意外にちゃんとそこに興味を持っている若者はいる、ね、そう、うん、だからきっとね、あの全く原発問題に興味がないとか関心がないとかそういうことではないと思うんですよね。でやっぱりその私それいつもね拳上げてるとかあの色とかっていうことではなくて、本当に必要な場面で例えば選挙に行くときに、この人はあの私が託し一票託せる人なのかって言ったときに原発推進してるかしてないかとかね、ちゃんとあの自分がその原発に対してあのあってはいけないと思っている意識があれば、その人に票を入れないっていうことにつながっていくわけですね。こういう勉強会ってそういうことにもつながっていくんじゃないかなっていうふうには思うんだけども、
そうでもして広げていかないと、あの原発は絶対あの国益にならないですよね、うん、あの原発はっていうと普通その原発推進のことを言うんですけど、最終処分とか、まあ、あれも半分推進やってるから あんまり組み入れてないんだけど、最終処分は絶対しないといけないし、うん、それから廃炉もしないといけない。廃炉って福島だけじゃなくてあらゆる原発で廃炉になってるとかあるわけですから、うん、しないといけないんですよ、うんうん、でこれは若い人にやってもらわなきゃいけないん で、 そうなんですよ。だから若い人はに廃炉をやってくださいねっていうまあ今あの私はあの高専とかの人たちとかかなりね、そうですね、今勉強になって、だから原発っていうのを広く見れば、原子力全体にすればそういうことで、だから廃炉推進っていうのはこれは脱原発と別に矛盾しないわけなので、だから廃炉をいかに安全に平和的にやっていくかっていうのは、これは単なる原発推進じゃなくてそれなりの重要性があると、必ずやらないと。そうですね、それを今のように慌ててあと30年片付けますみたいにやってたら、あの産業にも被爆するわけですし、うん、実際してる人もいるわけですし、うん、そういうやり方はしなくていいから、うん、なるべく住んでる人にも安全な形でどうやって進めるのかっていう技術を推進する方がはるかに健全、うん、そもそも事故を起こしてない原発の廃炉作業すらちゃんとしたものが、廃炉やっぱり難しいんですよ。世界中進んでないわけですね、日本は。世界中廃炉きちんとやったのってあの数えるほどしかないんです、うん、それもあの研究炉規模で規模の小さいものなんですね。ああ、廃炉にできたね。世界的な実績も非常に少ないんですよ、廃炉っていうのは、うん、世界の廃炉の一覧表を作ったことあるんですけど、うん、そうなんだ、うん、だからどんどんそういう始末の悪いものが増えていく状態にあるんですよね、うん、老朽化も問題ですよね。老朽化していくことによって廃炉に持っていかなきゃいけないけども、廃炉はできない。今は現実厳しい。できないってことないけど、時間もかかるし、コストもかかるし、うん。時間をかければかけた分だけ安全になるわけですよね。その廃炉作業自体が。うん、今の状態でもその使用済み核燃料がプールに入ってる状態っていうのはこれ危険なので、それがどんどん溜まっていく状態ですから、そういう意味でも、推進しない方がいいということは言えるんです。ちょっと話を戻しましょうか。はい、そうですね。いいですか。はい、どうぞ。あの谷口先生と3月2日に、うん、あの東京で福島県の県民健康調査をあと国際シンポジウムって言って、福島医大の主催の あの発表みたいなできたんですけれども、福島医大側はもう 3,40 人みんな出てて、で結局みんな報告としてはあの原発とは関係ない安全で、あの甲状腺がんはまあしょうがないっていうような感じでなってってるんですけれども、私らの前の席にもう一生懸命聞いてる方がいて、うん、失礼ですけどどちらの方ですかって聞いたら、あの原子力委員会の方で、うん、直井陽介さんっていう方です。内閣府、はいはい、その人のとこを見たら、あのやっぱりあの、脱炭素の構築に向けて原子力の役割が重要になってきて、原子力エネルギーを利用する上で安全セーフティ、核セキュリティ、核不拡散という 3S の原則が大事だって書いてあって、結局この方にあの日本はこれから原発っていうのは推進必要と思いますかって聞いたんですね、うんうん、だからやっぱ原発がなければ無理でしょうから、うん、あの使っていくしかないでしょうねって現実を考えてみてくださいと言われたんですよ、うん、でこの前ドイツのね核原発をなくしたっていう会議もあったけど、うん、ドイツ自体本当になくしたのかなと思っていたら、やはりあそこは EU でみんなつながってて、はいはい、エネルギーをやり取りフラッシュしたりとかしてるのもあるし、やっぱり原発だけなくなるっていうのは難しいのかどうかって皆さんはどう思いますか。うん、あのドイツについてはそのことばっかりよく言われます、うん、だけど実際にはあのフランスが足りなくてドイツの
ドイツを売ってたりやってるんですよね。だからあのヨーロッパ全体でグリッドシステムを作ればやり取りできるだろうということで、なんかその先のこと言ってるのは、その先言ってるのはアフリカのサハラ砂漠に行って太陽光を発電してヨーロッパとグリッドでつないでしまえば別に原発なくてもできるって、技術的にはいろんなこと考えられるわけですよ。だから原発やりたい人がやっぱり原発必要だよねって言ってる状態です、なくしてエネルギーって持続できるのかしらってちょっと心の中で不安になるというだから原発事故の後はそういう考え方が伸びて、 あちこちにそのソーラー使ったら、九州電力ではソーラーの発電量が増えちゃって、止めてるわけですよね、無駄になっちゃってる、ソーラーを原子力使えなくなっちゃうから、無駄になってる。 だからあとはちゃんとそのバックアップの電源、例えば原発の場合も、夜になっても止められないから、あの揚水発電所でダムに水をわざわざ汲み上げて、昼になったらまたそれで発電していって、一種のバッテリーになってるんですよ、揚水発電所って。で太陽光もそれと同じことすればいいし、実際やってると思うんですけど、だからそういうことを、そういう補助的な技術をどんどん進めて、全体をグリッドでつなげばやっていけるはずなんですよ。すでにスペインもやってるし、そうです、もう中国もある程度やってるしという、でそういうのに日本は遅れちゃったんですね。そう、原子力の委員会、その人たちでこそもう何や無理でしょうって思い込んじゃっているから。だって太陽光ってあれ、あの京セラあたりが最初に作ったんですから、だからそれを採用しないで原子力のために再エネを抑えてた結果、他の国に負けちゃって、それで風力発電機も日本でできないわけですよね、遅れちゃってるんですよ、でなぜ遅れたかって考えても原子力のせいで遅れたんですよ。だから考えてみると、そのまずいことの元凶がかなり原子力にあって、足りない分はみんな電気量で取られるか、税金取られるかしてるわけですね。瀬川さんどうぞ。はい、そうですね、これの件については、改めてその多くの人が本当に原発を止めたらやっていけるんですかって話をされますけども、私から説明するよりも瀬川さんどうぞ。私よりも原子力情報室とか、FOE とかの方がでいっぱいそれについては書いてますよね。むしろ原発が足を引っ張っているんだっていう話がね、省エネ再エネで十分やっていけるんだけど、原発にお金をつぎ込むことで足を引っ張ってるっていう、ね、話は だいぶやってますけど、再エネなら何でもいいわけではないっていうね、結構太陽光にしろ風力にしろあちこち問題を起こしてますよね。さっきのあれですかね、あれもやっぱりその心配の声を聞いてないっていうのが一番まずいっていうか、まず心配してる人とか心配してない人と一緒にやるとかね。もともと再エネとか省エネがいいのは分散型っていうか、個別でというか自分家の家につけて地産地消というかがいいんだけど、それだけでは賄いきれないので、ある程度大きいのも必要だって言ったときに、じゃあどこに作るんだとかいう話をするときに、そこに住んでる人もいるとか、そこのやり方が原発はものすごくまずかったわけですよね。で同じようなやり方を再エネでやってたんじゃ全然ダメなわけで、脱原発の意義というのは、原発のそのまずいところというのは放射能を大量に生むというのはもちろんあったり、それだけじゃないっていう、だからそこがさっきの一番心配してる人の声を聞くっていうね、そこがある意味で原点だと思うっていうのと、あと今脱炭素のためとか気候変動のためって言ったときに、今トレンドは気候変動だけを上げるのはトレンドじゃないんですね。で SDGs は結構重要なのがいっぱいありすぎなんだけど、3つの気候危機と言われていて、気候変動と生物多様性ともう一つ汚染っていうのがあるんですね。で生物多様性っていうのはこう人間がもう今も克服他の生物を絶滅させていると、
種森林破壊もしてて結構分かりやすい、人間が他の生物に迷惑というか、的なふうにしているというので、あとは汚染はプラスチックが分かりやすいやつですね。亀が海に浮いているビニール飲み込んで死んでるみたいなのなんだけど、それでプラスチックに話が行きがちなんだけど、放射能の海洋汚染っていうのはもう汚染の最たるものですよね。だから本当は汚染って別にプラスチックと並んで、福島第一の海洋陶器とかいうのが並んで言ってるのいいくらいなんですけど、だから炭素さえ達成すればいいんじゃなくて、いろんなもので人間は自然環境を汚染しているねと、そういうものを出さない方がいいね、で原発は動けば動くほど放射能を生むねって、それはもう有害物質に耐えたるもんだねっていうあたりを、もうだから今脱炭素は結構若い人がいろいろ運動してるじゃないですか、そういう人にもうちょっとそこのところを言っていくといいんじゃないかなと思ってますという、そんなところです。はい、ありがとうございます。一つ FOE の説明があったので、まあ、こんな冊子が最近作られているので、まあ、興味ある人が拾ってください。ちょっと補足しますと、最近の新聞記事にも書いてあって呆れたんだけど、資源が少ない日本って見出しに書いてあるんですよ、だけど今その再エネの技術はほぼ確立してるわけですよね。今長谷川さんに言ったように使い方の中で、だから日本なんかは太陽光と風力って言ったら、まあ、無尽蔵とまで言わないけどすごい量のエネルギー資源があるわけです。しかもタダなんですよね。でそれが未だにその日本はエネルギーが少ないってなんか戦後のような感覚で言ってるっていうのはもう認識が科学的に間違ってる。でそのタダのエネルギーをどうやって使うんだと。だからその、太陽光も瀬川さん言ったようにそのやたらにその メガソーラーみたいなのを増やすのは良くないですよね。でその前に、自分の家につければいいんですよ、でそれが足りないからっていうのまだそういう段階になってなくて、つけてない人が多いでしょ明らかに。でなんでつけないんだろうと思うんですよね。だから東京都もあれは新築にはつけるのを義務化するってすごくいい案だと思うんですけど、ものすごくもったいない。ただなだけじゃなくて使わなかったら熱になっちゃうんですね。で地球温暖化って言ってるんだから、太陽光も風力も電気にすればその分熱は抑えられるわけですから、ものすごくもったいないことやってる。で原子力だってあれはウランを掘り出して使わなきゃいけないんで、ただじゃないわけですよ。だから再エネってただでその辺にあるエネルギーなのに、技術立国だって日本が使えないっていう状態がね、非常に本当に力がなくて使えないんだったら情けないですよね。なんかやっぱりその原発事故が起きた時にその舵を切るのが遅いっていうかね、その本当にこっちに向かうんだって言ってたらば、舵を切ろうと思ったらアメリカに足引っ張られたね。だからそこができてないっていうことで技術力も全てこう遅くなってしまってるっていうことで、まあ、他の国はどんどん進んでいくのに日本はやっぱり原発に頼らざるを得ない。でも多くの人はそれおかしいんじゃないのって言っても、おかしいんじゃないのって言った時に返す言葉がやっぱり電気が足りないからねっていうようなことで丸め込めようとする。計画的停電みたいな、一言で言うと日本の経産省、昔の通産省が原子力に汚染されてるんですよずっと、それ事故前も事故も変わらないので、同じような文脈で政策を作っちゃう。それが岸田政権の時の GX ですから、誰も支持してないのにいきなり出してこれから新しい企画を作ればいいよねみたいな、その原発推進しなければいけない理由があるから、今日本はこれだけの原発事故を起こした上でも推進していくっていうふうに舵を切ってしまってるっていう、そういう純粋な議論してるならいいけど、そうじゃなくて推進してきた人たちが自分たちのためにそれを言ってる、そういうことです。それが汚染されてるっていう意味です。そうですね、まあ、それがあるから多くの人は飲み込まれてしまってるわけですよね。だから本来だったらば再エネ、まあ、いろんなものに変わっていかなければいけなかったのに、それに対しても
やれていないっていうこと、本当はそっちにシフトすることは可能であったわけだから、まあ、これでアメリカが脱原発することを防いだんですよ。野田政権が閣議決定しようと思ったのをアメリカがやめろって言ってやめさせたんだよね。日本が原発から離れると、その石油資源の争奪戦に日本も入ってきて、他の国の邪魔をするからやめろみたいな感じで原発から離れんなみたいなことを言ってきたんだよね。本当の理由だよね。それで、まあ、結局アメリカに足引っ張られたせいで今につながってるんですよ、結局は。そうですね、玲子さんが書かれて、理恵子さんですね、上里さんかな、ちょっと読めるそっち。私が新多発国の日本が原発推進を再び言い出していることに驚きます。今日もニュース速報で原発再稼働差し止めを訴えたところを棄却したということと見ました。目に留まっただけさっと文字が消えたので誤っているかもしれません。裁判の役割がよくわからなくなりました。沖縄の辺野古基地問題でも沖縄の訴えは常に門前払いしています。すみません、思わず申しました。ありがとうございます。じゃあ結局さ、いろんな人がさ、その矛盾というところには分かっててもどんどんそっちに押されているよね。まあ、例えば今国会でね、裏金問題とかやってるじゃない、こんなことあっていいのでしょうかって思っててもどんどん流されていくっていう、私たちの税金は何に使われているんでしょうかっていうね。いや結局ね、裏金も原発もそうなんだけど、その日本って民主主義じゃないんだよね。じゃない。まあそうですね、民主主義じゃないから、民主主義としてちゃんとやってれば人、まあ、そういう言い方も、まあ、いろんな話があるんだけど、まあ、ちゃんと民主主義が根付いてちゃんとやってたと、システムを作ってたとすれば、いろんな声が上がって原発なんかもとっくにやめてるはずなんですよ。でそういったことをさらに 今でもできないのにさらにできなくしようっていう企みが今こういうのなんですよね。これもうね、例えば沖縄問題に対してもそうだし、汚染なんていうの除去土壌の再利用っていうことに関しても、その例えば埼玉でやるっつったら埼玉でやれっつって、それ有無を言わさず指揮権で国が押し付けるっていうふうな、そういうことが何でも通っちゃうんだよね、これが通ってしまうと。でも通っちゃったんだよね、これね。そうなんだ。で例えばアルプス処理水の海洋放出だって福島県民が何言おうと、もうこれ国が決めたことなんだからやれって、まあ実際やってるんだけど、それを正当化するための流れがこういう話なんですよ。こういうのをね、しれっと通すのが岸田政権なんです。これ最悪な話だと思う。何でもかんでもやられちゃうんですよ。なんか疲れてきた。もともと大した民主主義じゃなかったのに、その大した民主主義じゃないものもこういうふうなちゃんとした科学者がものを申すことによって、あと民衆が立ち上がることによって国に対峙してきたわけだよね。でそうやって国がいろんなことを潰されてきた歴史があるから、それをさらに声を出させないようにしようっていうふうな方向性に今持っていこうとしていて、それの集大成が憲法改正なわけですよね。声を上げづらくするのには学校教育からですか。そしてだね。だから、まあ、今日ちょっと午前中記者会見行ってきましたけども、これはまた学校現場に介入するというね。で学校で、やるわけですよね、山木さん。こういう逆の立場の会議を学校の子どもたち集めてやりたいね。IAEA で大丈夫ですっていう会議いっぱいやってるの。危ない意識を持ちなさいっていう。
そうなんですよね。だからそのなんでこの勉強をしなければいけないのっていうことを教えないで頭からこうなんだっていう教え方を今してるじゃない、この勉強は何のためにするのかっていう理由がないところにいてっていうところのやり方が非常に多くなってきてるのではないでしょうかということですね。危ない意識を持ちなさいっていうわけではなくてね、両方の話聞いて自分で決めなさいっていう、その判断能力を奪うような教育が行われているのではないかっていうのはちょっと気になりますよね。まあ今それやったとしてどの程度通用するのかなというか、私がこの頃場では例えば面接試験なんていうのは存在しなかったし、内申書なんていうのはそんなもんなかったんですよね、もう単純に言えば丸パツ式って進学が決まって、今どこでも小論文は 作文書かなきゃいけないと面接しなきゃいけないとなったら、そんな簡単に騙せないんじゃないかってそういう経験してない人が今リーダーをやってる段階ですよね。だから今日記者会見で言ったのは、学校で汚染水か処理水かなんていうのを材料にして授業をやったら、科学的に考えたらこういう問題があるっていうことが当然出てきますよね、だからそういうのを学ぶことはいいことじゃないですかっていう、で逆に処理水だから汚染水って言うななんていうそんな授業はありえないんで、授業をやるとしたらちゃんと教諭は事前調査をした上で教材を用意するわけですから、服読本をただ持ってきて読みましょう、そんな授業はありえないんだから、自民党が言ってるのは、やぶへびじゃないかと私は思ってるんですよね、ただどういうような方向性に持っていかせたいかっていう授業で、持っていかせたいっていうのは言えるけど持っていけないと思うんですよね、やればいいですけどねだからせいぜいそんな圧力かけられるならそんな授業やらないっていうふうに、教員の方はね、だって一生懸命教材準備して授業やってるのに、そんな授業やってなんだなって言われるんだったら、じゃあやんないって、別に教科書にないことやらなくたっていいんですから、そうですね、だからあの問題を授業でやってるって相当意識の高い先生であってね、でその人がね国のキャンペーンに従って授業やるわけないと思うんですよだからちょっと笑っちゃうような話なんだけど、今日の記者会見の趣旨は、だから自民党とか県議会でそんなメッセージだったら恥ずかしいからやめてくださいという、恥ずかしい、政治介入であるのはもちろんのこと、恥ずかしいですよねって、恥ずかしいの意味はこれやっぱり深刻ですよね、だって事故前にそういう恥ずかしい、立場にあったからこそああいう事故になってしまったわけですよ、事故を許してしまった、被害者にさせられてしまったわけですよ、それと同じことをやろうとしてるわけです、さてそろそろお時間になってきますけども、ゆいちゃんどうでした裁判の流れから裁判に落としていけないでいるんだけどなんかその、裁判の話ちょっと戻ると、その将来世代のことってやっぱり司法の中ではね、その考え、その範囲の中に含まれてないんだなってことが今回よく分かりました。その環境のためとか言ってるけど、そこにはまだその生まれてないその命の存在とか、これからの未来の話とかはやっぱりその被害とか影響の範囲にこう含まれてないっていうのがとっても残念だなと思って、でも功利主義が本当の意味で使われたら、その人類の生命がずっとこう続くようにっていうものを本当に功利主義的に考えるなら、その未来世代の権利とかも司法とか政策の中に含まれるべきだし、そういうリーダーが必ず現れると私は希望を持って信じたいなと思う今回思いました。いやそうなのよ、だから私何がびっくりしたって、その原発事故が起こった後の国の対応しかり、それに従う自治体の対応しかり、こんなにこの国って子どもの
存在を軽視してるのって、あのこんなにどうでもいいものとして扱われてるんだっていうことに愕然としたのがスタートライン、うん、びっくりした本当に。確かにね、うん、だからその事故によって起きたことを考えると、うん、ずっとそうなんじゃなくて一時的にどうしようもないことが起こっちゃって、うん、それでしょうがないよねって言ってるんだというふうには決闘でないこともないんですよね、うん、だから将来にわたってそうなるっていうんじゃないので、やっぱり子供には正しいこと、今間違った状態になっちゃったけど、うん、子供には正しいことを教えて将来なんとかしてほしいっていうのが教育の課題なのであって、今ある風評をどうする、それは大人の責任でやるわけ子供が言う話じゃない。ちょうど5年前にアルプス処理水に関する公聴会に出た時に発言したのは、環境倫理の原則っていうのは90年代に確立していて、3原則があって、1つは地球は有限である、それから2つ目は人間じゃない生物にも生きる権利がある、で3つ目が世代間倫理なんです。世代間倫理から見てアルプス処理水に流すっていうのは間違っているということがはっきりしてますねっていうのはその時言ったことなんだけど、やっぱりそんなこと言っても通用しないんだなと思いました。はい、ただそれはもう分かってるんですよ、ね、世代間倫理っていう言葉がもう90年代からできているんです。だからどんどん使うべきだと思う。だって SDGs だってそれがあるわけですよね。当然今の経済ってうまくいけばいいみたいな SDGs あるけど、それは嘘だと使い方間違ってるよね。そう、あれは何でもいいように使ってますけど、まあ、うまく使って言ってればちょっとかっこいいかなみたいなのはあるけど、ね、まあそこはうまくこっちも利用したらいいと思いますね。まあ、あの裁判でって話で来てるけども、今日の話の中で金井先生、次この裁判ってどう行くべきかっていうかさ、まあ、あのこれは難しいとは思うんだけども、本来こうあるべきだってあります？裁判はでも、まあ、最初に瀬川さんが言った通り、うん、まず向こうの主張を、まあ、何を言ってるのかっていうことをちゃんと整理して、で突っ込みどころというか問題点を、うん、オープンにして、であまりにもおかしいこと言ってるようだったら、例えば記者会見とかして世の中の人に知ってもらっていくっていうようなことを、まあ、進めていくしかしょうがないんだよね。うん、こっち側がこういう方向性を持っていこうと思ったってそれは無理なわけで、うん、まあ、相手のあることなんで、まあ、まず相手の出方をこう受けながら、その矛盾点についていくっていうようなことをやっていくんでしょう。そうだね、まあ、これから、まあ、続く、まあ、この間1回目なのでね、これからまだまだありますのでね、その中で千葉由美さんが話したような主張がね、うん、多くその裁判長に、裁判官に届いて、ああそれはごもっともなことだっていうふうにやっぱり納得できるような話をいっぱいできたらいいなってちょっと思いました。大事なのはやっぱね、こっち側 その弁護団とそのなんだ原告団がちゃんと共有の意識を持ってやっていかなきゃいけない、うん、裁判って結構壊れるのがこっち側が壊れちゃって、うん、やられちゃってっていう結構多いから、うんうん、まあ、まずそういうふうなことがないようにやっていくっていうことが大事なんじゃないですか。そうですね、この裁判は、ね、単純ですよね、うん、賠償金求めてるわけじゃなくて、うん、騙すのやめろっていう話、うん、あの議論で多分出てくる一つは国際法でロンド条約っていうのがあって、うん、だから初期の頃はそれ知らない人がタンカーに乗せて遠くの海に捨てればいいんじゃないかなと思ったんだけど、それはロンド条約で禁止されてるわけですよ。海にああいうの捨てるの禁止なんですよ、うん、でところがロンドン条約っていうのはその陸地から流すのまでは禁止してないので、だから東電の言い訳はこれは船に乗せて捨てるのはダメだけど陸地から流すんだからいいでしょうみたいな、うん、脱法行為みたいなことをやってる。流れと一緒です。だから国際法としてはもうダメなんですよ。うん、確かに。
でもそこに抜け穴がある理由はそのあれですね、最初に控除のために抜け穴なわけですよね。一つあるんですよね。最初に控除の恐ろしいって、本当に流すのっていう、あれ薄めないですかね。さて、参加者の皆様から何かご意見があればどうでしょうか。そろそろお時間になりますが、今日はちょっと前回3月4日に行われた裁判について議論をしていきました。次回はまたね、どれか、また立て替えの議論のお話を入ってない、いければと思いますけども、皆さんどうでしょうか。何かこれ言っときたいわ、一見こんな、今日はちょっと千葉由美の、ホットなね、頭を冷やすためにも裁判の話をちょっと紐解こうと。次回の公判は確か6月13日6月13日、6月13日、はい、またもう一度また勉強会を開きますので、ぜひ、時間的に皆さんどうでしょうか。6時台は夕食時でやめてくれっていう声も多かったりとかしてね、今日はちょっと早めにスタートしてみましたけどね、本当は8時ぐらいっていうのが多かったんですけども、8時は8時でなかなかこれ会場がないんですよね。ということで、皆さんどうでしょうか。林さんいらっしゃいますか。どうでしたか今日のお話は。やっぱりね、どうしたらいいんですかね私たちね、どうしてこうなっちゃうんですかね。いろんな説明がありますよね。小選挙区になったり、政党女性って言って、政党そのものが公費で運営されるようになって、中央の政党が強くなって、ね、それに従っておきさえすれば困らないみたいに、ね、なってしまうという選挙制度の問題とかいろいろありますけど、でも何とかしたいですよね、本当にね。そうですね。水俣病の患者さんが裁判で水俣病だと認定されると、その判決が画期的な判決と言われるくらい、なんかね、日本は今画期的な状況なんですよね。本当にな、したいなと思います。やっぱり連帯を広げていくことが重要だなと思いますので、で、こういう取り組みも、こういう役割の問題とか、公害の問題とか、すでに各地でやってる人たちにも伝えて、ね、広げていきたいなと。気づき始めてる人もね、たくさんいますんでね。はい。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。林さん、瀬川さん、あれですね、来週どちらも福島においでになるのかな。そうですね、19日、あれですね、福島テレサじゃなくてコラッセ福島ですね。そちらの方でシンポジウムかなんかね、発表があるということで、時間間に合えば伺いたいなとは思っております。山木さんも発表されますね。はい、19日お時間のある方はコラッセ福島、かなりの登壇者の数で、いろんなお話が聞ける日になっておりますのでね、そちらの方、これはあれですか、一般の方見に行って多分行けば、でも参加の申し込みっていうのは一応ありましたね。締め切ってた。来週ですからね、そういったのは福島市の、プラス福島で行われます。これも 2,30 人いますよね、登壇される方。いや、もっといますね。もっといますね。かなりの数の方が、双葉にできた弁償館が主催で学術研究集会というのをやってたんですね。第2回の1回のは知らなかったんですけど、そこに、林さんと瀬川さん、高村さんも伝承館とか、あの人は館長ですよね、の主催の、ですね、今回ね、そこに瀬川さんと林さん、山木さん、参加、出されますのでね、よかったらば、興味のある方は
ちょっと調べてみてください。そうですね、19日は私たちサイレントホールアウトを見に行った後に山木さんに会いに行くということです。そこでちょこちょこっとアフタートークですか。アフタートークどうだろうね。ちょっとあの取材攻撃、アフタートークを流しますか。そうですね、はい、ということで皆さん、あの言っときたいことあったのに言えっていう方いたらば今のうち大丈夫ですね。ということで、今日は2時間ありがとうございました。次回4月ですね。何日って言った？4月の3週目かなの金曜日を予定しておりますので、ぜひあのご参加いただければと思います。19日ですか？はい、19日金曜日を予定したいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。本日はあの2時間ありがとうございました。ありがとうございました。